次に2人で海外旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？カナダ。え、次になのに。ティム・ホートン行きたい。なんかさ、もうカナダはさ行ったからさ安全って分かるから怖くない。ハワイもいいと思う。ね、ハワイかバンクーバーもう一回行きたいね。あ、違うとこのカナダもいいね。本当はヨーロッパ方面も行きたいけど、怖い怖い。安全なところ、ビビリだから。痛いの嫌い、怖いところも嫌い。安全第一。安全第一。何の車に乗ってますか？日産の軽自動車。聞いて聞いて。何の車に乗ってますか？原付バイク。車以前の問題。車は持ってない、免許は持ってるけど。子供が2月に沖縄に修学旅行に行くんですけど、2月沖縄は寒いですか？一番寒いかもしれない。1年で考えたら一番寒いね。一番寒い。でも11とかぐらいとかな。気温は寒くないけど風があるから、そう寒いっちゃ寒い。体感温度は低い。痛い寒さ、耳とか痛くない。ユニクロのあの普通のダウンがあるさ、薄いやつでもね、男だったら全然あれ1枚でいい、あったかい。バイクとか乗らないんだったら、トレーナーでも行けるよねと思う。朝早いとか夜中じゃなければ、ね、タイツはいらないと思う。いるよいるよ、私履くよ。沖縄で履くそう、ちなみに今半袖半ズボン。今日は暑いって。うちらが北海道とか行っても寒いと思わないもんね。思わんかったね、あんまりね。今年のクリスマスの予定は何ですか？ケンタッキー。ケンタッキー。ピザ。ピザもらった。クリスマスに食べたいものは何ですかじゃないよ。仕事だしね。誰の仕事？誰の仕事？私は休みだけど、ケンタッキーを取りに行くっていう仕事です。年末は予定決まってるけどね。年末年始だったら何がある？実家に行くんでしょ。別に特別に。東南植物楽園行く。行く？何かあったらブログマスにあげる。うん、質問じゃないけど、かわいいってありがとう。お二人の結婚式が見たいな。結婚式はもうちょい後かな。国籍変えないといけない。結婚式ライブ中継、大きいのやるわけじゃないでしょ。やらないと思う。小さな結婚式、でも教会のが好きそうなイメージだけど、お母さん自分が結婚、大きくなくてもいいかもしれない。ウェディングドレス早くていいね。これ早く消さないね。質問ありがとうございました。今日さ、中病院から電話来た。手術の日、2月25日に変わりました。遅くなった。その反応を取りたくてからさ、言わずに待ってたって。じゃあこれが確定の日ね。リアルなリアクション取れたでしょ、言わずに待ってたって。怖い、怖いこと言うと思ったって、術後はしばらくエッチ禁止ってよ。誰が言った？ D さんが言った。違うさ、お医者さんの。お医者さんに聞いたって。お墨付き、お医者さんに聞いたって。最低2ヶ月は禁止ってよ。そういね、そういね。次はブログマス。ブログマス、お手口は右側です。ミランドチャレンジ。いいよ、もうもういい、気に入ってくれた方がいたよ。ごめん。